おはようございます。白菜です。本日のお話は、自分を思いやる。自己否定は今すぐやめると決める。というお話です。今回もですね、ちょっと、ある人の名言を紹介しようと思うんですけど、我々の苦悩の中で最も歓迎できないのは、自分の存在を軽蔑することだ。これはですね、モンテーニュというフランスの哲学者ですね。はい。で、このシリーズではですね、いろいろな機会に行ってますけれども、自己否定っていうのはね、本当にまずいんですよ。自分を追い詰めるし、やる気を削いでしまうし。で、そういう状態だから、こうなんか、暗い感じになってね、周りから見ても、ちょっとなんか、実際には仕事ができても、なんか仕事がこうできない人みたいな風に見られやすいし、見た目のね、もうなんかね、いわゆる見た目っていうかね、見た目の雰囲気でね、損をしてしまう。で、自然に持ってていい、こう、例えばこれができるからとか、そういう自信じゃなくて、自分の存在、自分という人間を自分で肯定しているからこそ持てる、自然な自信っていうのも、持てなくなってしまう。で、前回話しましたけど、自分のダメなところを認識するのはいいしね。それは大事なことですよ。でもね、自己否定はね、何一ついいことがないので。だからもう、自己否定は、しないと。しないようにしようとか、そういう感じでもなくて、もうバッサリね、切り捨てましょう。頭の中で自己否定って、こうなんか文字でもいいし、自分の中でそれをこう象徴するような、なんかもの、なんか嫌なイメージのものでもなんかいいんで、それを頭の中に浮かべて、もうバッサリ切り捨てる。でもね、それだけだと、また浮かんできてしまうことがあるので、代わりに、思いやりって言葉を浮かべてみてください。切り捨てた後にね。思いやりを象徴するようなものでもいいですよ。なんかこう、優しそうなものとか、あったかいものとかね。で、ね、自分を思いやると。例えば大切な友達とか、家族とかね、恋人とかが辛そうにしてたら、どうしたのって声かけるじゃないですか。励ましたりとか、黙って話聞いてあげたりとかしますよね。それを自分にもやるということです。いきなりできるようになるっていうのは、まあ自己否定が強い人だと、ちょっと難しいかもしれないんですけれども、まあその場合でも、とにかくそれを続ける。自分を思いやるっていうことを続ける。そうすることで結果的に自分の嫌いなところも改善することにね、繋がっていくので、もう自己否定はやめてですね、代わりに自分を思いやると。自己否定しそうになったら、いや、もう、自分を思いやるんだと、いうふうに決めて、そういうふうにね、自分に対して接してあげてください。はい。ということで、本日のお話は、自分を思いやる、自己否定は今すぐやめると決めるというお話でした。では、今日も素敵な一日を。